共栄女子の池江理加子23イコール横浜ゴムが30日都内でブランドアンバサダーを務める水野の新水着発表会見に出席した。同社によれば従来のモデルから発水、発水性を高め軽量化が実現し抵抗低減で推進効率の良い,い泳ぎを可能にしたという素材の硬さが異なる3種類のうち中間の硬さのモデルを選択したという池形は 私は基本的に緩めの水着が好きだが、レースによって使い分けをうまくやっていきたい、と話した。写真、引き締まった背中にお尻バックショットが美しくかっこいい従来のモデルでは、自身の足がやや細くなった影響もあり、泳いでいる最中に水着の中に水が入ってくる感覚があったという。泳いだ後に、お尻の下に水が溜まってしまっていたが、今回試着して使用した際、 お尻の下に水が入ってなかったので、泳いでいる最中の抵抗も減らせるんじゃないかと思う。すごく改良された、と太鼓判を押し、私たち、競泳選手、はいかに自分の体にフィットして抵抗の少ない水着を作れるかが大事。もちろん実力も大事だが、水着にサポートしてもらっている、とギアへの感謝を口にした。今年は7月の世界選手権福岡大会に出場し、 50メートルバタフライでは6年ぶりに決勝に進んで7位。9月から着用可能な新水着で臨む新シーズンに向けて、来年はパリ五輪があるので、個人種目でしっかり五輪の標準記録を突破することを目標に頑張っていきたい、と力を込めた。